早速、うん、ドライバー行きますか、行ってみますか、はい、お願いします。自分がちょっとでもあきちゃんが見て好きな顔はどれですか、パッと見。やっぱパッと見とりあえず5つ選びましたけど、ボルドーゼクシオに行っちゃうんですよ、ね、それ行きましょう。やっぱこうな慣れてるじゃないけど、うんうん、なんとなく高いかな、ティーが。まずはボルドーゼクシオ、はい、なんだっけ、ロスト 12.5 12.5 ロストなんでしたっけ、L ゼクシオ11、うん、うん、キュッて、うん、なるから。30センチまっすぐ引くのもやってます。えらいやってます。真面目真面目うん、綺麗。じゃあ打ってみます。はい、指導の時に体も一緒に上がらないように30センチまっすぐまで踏ん張ってほしい。なるほど。30センチを引いてから下も回してほしい。ここまではそう、今そのまま体も一緒にこうやって上がっていってるから軸がブレてくるんですよ。なるほど。そこまでは我慢して、いやもうちょっと我慢しないで、もうちょっとここまではまっすぐで周り最後から、こっから動かす。なるほど。そう。うん。よし。オッケーオッケー。悪くない。今の感じ。うんうん。そっか。最初から体の軸がブレちゃってる。そう。オッケー、いい感じ。あと、立ってきました。4つ打たないといけないから、ある程度。確かに。でもう一個ゼクシオ、これだっけ。これ何の違いでしたっけ。これが R。R が11.5。さっきのが12.5。これが11.5。一応これ入れる。ちょっとこれよりは固め。で、なおかつ、うん、ロストが立ってる。L A R。うん。うん。でかつロストが、あちょっと憧れの硬さ。憧れの角度。でもなんか触れそうだし。いや、触れると思う。ね。さっきのやつ絶対飛ばないですよ、ね。うん。あれで触れる、触れる。こっちの方がブレずになんか当たる感じがします。ね、これ前の方行くの。うん。うん。おお。いい。いい感じ。うん。完璧。めっちゃいい。めっちゃいいじゃん。めっちゃいい。だってそれね、新品だから高いよ、多分。でも、R シャフトでいいってことですよ。うん。レディースの。そういうことですか。うん。でも安心します。なんか、ブランってしない感じと、うん、スッて走る感じは、うん、すごい。振っていけるかも。それこそブリヂストンいけるかも。R シャフトありましたよね。うん。ブリヂストンの、これは11度それ R… 11度。うん。さらに、ちょっと立ってて、うん。
あ、これ 11.5 か。それ、それ一緒。それあの、1万をいくら。あ、でも最初に柔らかいの売って。最初に柔らかいの売って。これ L で、13.5。おぉ、クリディストン。最初に柔らかいのいきましょう。いや、すごい勉強になる。L とかすごい、それでわかるようになる。うん、さっきのよりはもっとしなるって軽いから、ね、軽いゆっくり振った方がいいかもしれない。そっか、うん、うんうんうん、でもこっちの方が前飛んでますよね。柔らかくてロフトが高いからその分高く上がりやすい。なるほど、うん、じゃあまんま打て、逆に言えばまんま打てて、うん、なるほど。まあ、うん、めっちゃいい。なんかゆっくり振っていいよって言われたのがすごい効きます、ね、これでちゃんといつもねちゃんと打とうって思うと、うんうん、絶対スライスになる気がするんですけど、うんうんうん、ゆっくり振っていいんだって思うと優しくなんかすごい綺麗に当たってる、うん、あんまりゆっくりしすぎたら切られちゃう。そのタイミングは自分でちゃんと探さないと。そこは愛しなんか会うまで、うん、馴染むまでやるってこと。でも18ホール回るってなるとだんだん体力がなくなるからこのシャフトでもいいかもしれない、うん、そういうことか、うん、確かにそうです、うん、最近後半ちょっと疲れてくるんです。じゃあこれは R、はい、の固めで、初心者っていうか私ぐらいだと憧れなんですよね。このなんかちょっと角度が立ってて、うん、11度で固め、うん、全然触れますよ。うん。うん。おお。これ球強いですよ。うん。めっちゃ飛んでる。うん。いや、どっちもいいな。うん、いや、これでしょう、今のところ。R シャフトがいいってことですね。うん。なるほど。でもなんか、レディースクラブだから、そんな疲れるってことないんですかね。なんかさっきその、疲れてくると柔らかい方が楽なのかなって。でもな、触れてるからな、どうなんだろう。合わせるのがまた難しくなってきますよね、うん、柔らかすぎるからね。うん、ヒールだとちょっとヒールですね。でもいいですね、めっちゃいいよ。一番の優先順位的にはどれなんだろう。でも振ってて安心して振れるのが R の方が安心でした。この2つですよね、うん、これこれ L だから、セクシオかブリヂストンの R、うんうん、こんな考え貝殻。気持ちばかりの海外。あ、でもこれ A です。あ、この間ぐらい、うん、12度。インプレス、新しいやつ、新しいインプレス、すごい貝殻、かっこいい。見た目はね、かわいい、うん、かわいいよ。うん、抵抗を感じる音がしたな。おお、え、前に飛んでる、めっちゃありましたか、すごい、あれ。あれ、良い、意外といい、意外といいんだけど、うんうん、うん、もう触れてますね、うん。でも、あきちゃんの顔がどれが好きか、確かに
や持ってて、うん、なんかランクアップしたなって思えるのやっぱこれかな。ベージュストーン、かわいい。でもこの2つもいいと思いますよ。あ、本当ですか、うん、え、お手頃なのこれ。1万5000円だったっけ。1万7000円。だって一発目から打ててますもんね、それ。綺麗に当たって、確かに。そう。迎えてますよ。合わせなくても打ててるから。うん。こうしっかり捕まってますね。うん。確かに。いい。いい。いいですね。うん。だって一発であのボールが出るってすごい、ね、確かに普通は何回か打って合わせに行ってこのタイミングだみたいな。なるほどなるほど、確かに持ってる顔もで、そういう意味でこうあんま見えないですもんね、フェイス。そうだね、他のやつと比べて、うん、そうそうそう、だってロフトがやっぱ立ってるから。うん、11度だ。11度。ちなみにプロって何度なんですか。私は 9.5 です。 9.5 です。じゃあそうしたら見えないですよね。そう、見えない。女性で11度使ってる人あんまいないかもね、逆に。あ、そうなんですね。12、3度くらいですか。うん、うん、ね、そうです。多分あるっすよ。うん、憧れの。あと長さはどうですか。長さもあるんですか。長さもあります。若干適所のが長いかな。うん、本当だ。でもね、クラブ短い方がやっぱ振りやすいから、うん、あんまりそんな距離変わらないですか。長くして飛ばす人もいますけど、うん、やっぱりね、しっかり芯に当てないと飛ばないかな、うん、ドライバー特にロフトが立ってるクラブだし、うん、一番難しいクラブなので。確かに、うん、確かに。だから自分が一番当てやすいクラブ、うん、自分のフィーリングがあるはずだから。もう一回ゼクシオ打ってみたら、これ、これ、うん、何かあるんでしょうね、ここに書いてるってことは。うん、やっぱそれが知りたい。それなんか UD プラスって2クラブ普通のクラブに飛ぶっていうクラブなんですよね。へえ。そう、確か飛ぶんだ。じゃあアイアンとかも、もうそのシリーズは結構ロフトが立ってて、うん、へえ、飛ぶって言われてて。あ、そうなんですね、うん、これ12度ですよね。これ12です。これが11、12、こういう感じか。なるほど。しかも長さもこれが一番長いんですか。ちょっと長いかも。私女性のクラブで長さ違うの初めて知りました。全部同じかと思ってました。一番長い飛ぶ理由はいろんなとこにあるんです ね、 ね。クラブとして持ちたいのここヘッドなんか振ってる安心感。あとはもうコース。そう、確かにコースで、コースでどっちがいいか。それはね、実際に行かないと分かんないからな。いやー、ラウンドしたくなってきた。
私でもこっちやな。うん、こっちですか。顔的に的にだし、でも振りもそうだし、ボールの飛び方も見てて、確かにそれがいいと思うかな。うん、これですね。うん、今すぐ買える金額。いや、そうなんですそこがついつい買っちゃおうかなってなりますよ ね、うん、中古っていいですね、うん、いや、本当にいろんなクラブがあるからいっぱい打った方がいいと思う。なんか全部が全部新しいものがいいってわけでもないんですかね。限らないと思いますけど、でも新しいものを持った時には飛んでるって感じはするかもしれない。確かに確かにいつやその顔見たことある。J615 っていうのが J615 11.0、うん、R シャフト、R シャフト、おワンちゃん帰りに買って帰る可能性がありますありますいいと思う、はい、やっぱもうあきちゃんは R シャフトね、触れる。これレディースのあるってことですよね。あ、そうですよね、うんうん、それでも全然触れてるから、うん、これ同じ R でもメンズとは違うんですか。多分違うと思います、うん、確かに今 A だということを考えると、うん、それぐらいしっかり触れてるってこと、うん、ありがとうございます練習の成果がそうだね。あきちゃんどうでしたか。いや、もうめっちゃ新鮮でした。まずシダクラブ一緒に見るっていうところから、うん、実際に打って、まあ、感覚でいいよって言ってもらえたり、うん、実際に見てもらって球筋これがいいんじゃないって言ってもらえると、うん、なんか自信がつくし、テンション上がりますし、ニュークラブやばい、ちょっと本当に買おうか悩みますね。買うかもしれない結構いいですよねめっちゃいいいや、すごい。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。見てくださって良かったと思った方は、高評価ボタン、またチャンネル登録お願いします。バイバイ